キリスト教概論 Lecture 7 Part 2初期キリスト教におけるイエス・キリストへの理解特に歴史的な観点から初代の人たちは実際イエスをどう理解してたのかということが非常に重要だと思います現代の人たちはキリストに対して様々な考えを持ってますそれでもいいと思いますしかし歴史的に 当時の人たちは実際イエスをどう理解してたのかっていうことは重要な歴史的問いです。ダヴィンチコードと、えーまあ、比較して、えー、そのことを前には講義で取り扱ったことがあります。えー、今日のビデオは、まあ、そのダヴィンチコード、えー、の理解の,あのずれていることをきっかけにして、そこから始まって、じゃあ実際歴史的には 当時の人たちはイエスをどう理解していたのかということを取り上げます。ダヴィンチコードの中で、このイエス・キリストは誰かということが非常に重要なテーマとして繰り返し出てくるものです。しかし、特にですね、初代教会の中でイエス・キリストはどのように理解されているかということですね。まあ、ダヴィンチコードによると、私たちが思ってる イエス・キリストは間違ってる、えー。どうしてかというと、その初代教会の人たちは、そのようにイエスを理解してないっていうことですね。まあ、ダヴィンチコードによると、えー、その初代教会、要するにイエスの最初の12人の弟子たち、またその、えー、その世代の人たちは、イエスを、えー、倫理、道徳の教師として理解してたんですね。ただ単なる人間っていうことですね。 だから今の人たちも同じようにイエスを理解すればいいっていう、まあそのような理念になるんですね。今イエスをそのように理解したいならそれはそれでいいと思います。でも問いたいと思うのは、初代教会の中ではイエスをどう理解してたのかっていうことですね。これが重要です。これは歴史的には非常に重要な課題にはなります。 初代教会の理解ですね。初代教会の中には、イエスを理解するために3つの大きなポイントがあると思います。まず、イエスのことを、えー、イエスキリストというふうに表現をしてました。まあ、イエスはキリストであるという意味です、これは。キリストはギリシャ語の言葉です。 まあ、救い主っていう意味です。旧約聖書の中には、救い主。ヘブライ語で言えば、これはメッシアですね。メッシアが予言されていました。ユダヤ人たちは、何百年間もメッシアが来るのを待ち望んでいました。イエスの最初の住人の弟子たち、またその後についてきた人たちは、 イエスをメシアとして理解してました。イエスこそキリストだっていうふうに理解してました。だから彼をイエスキリストっていうふうに表現してました。そして彼にとって、これが二つ目のポイントにつながりますが、えー、イエスの教えだけが大切ではない。イエスの生涯全体は 非常に意味があるものっていうことです。イエスの誕生、教え、働き、死と復活、その全体それぞれにおいては非常に深い意味があるということです。もちろんイエスの教えは特別です。重要です。でもそれだけでは足りないっていうことですね。四つの福音書でもそのことを明確に伝えています。 マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれの福音書の、えー、中のテキストの約3分の1はイエスの最後の受難、えー、と死と復活のために約3分の1を使ってます。<laughs> 文章を見るとですね、えー、最後の約3分の1だけはイエスの最後の1週間、その受難、死と復活のために使ってるということです。 イエスの教えはもちろん重要なんですが、主題教会の中には決してそれだけではないっていうことです。イエスの誕生、教え、働き、死と復活全体において非常に重要な意味があったっていうふうに理解されていました。新約聖書の中でイエスの証明として最もよく使われているのは 主イエス・キリスト。あるいはそれに留意する言い方です。えー、全部合わせると、それは約75回使われているんですね。イエスの、あの、継承として、これが使われています。主イエス・キリスト。まあ、イエス・キリストの部分は、イエスはキリストでやるっていうことなんですが、その主をつけるとですね、それは、神っていうことを意味しています。 実は、その、同時代に、ローマ皇帝も、主というふうに言われてました。そして、イエスのことをそのように、主というふうに呼ぶっていうことは、イエスにその継承をつけるというのは、ローマ皇帝が神ではなくて、イエスキリストが神だっていうことを意味してました。ローマ皇帝が神ではなくて、 キリストは神である。イエス・キリストは神であるということを主張するために、主、イエス・キリストというふうに表現していました。この名前自体、この呼び方自体は、その初代教会の理解と信仰を示しています。初代教会の中で、そのようにイエスが呼ばれてたことは明確です。次に、イエスの教え、 から、ちょっと一緒に考えたいと思います。イエスは倫理で補足について、たくさんのことを教えましたが、それだけではない。実は、イエスが自分自身のことについてでもよく教えました。例えばですね、イエスは、その、公の働きをし始めたときに、彼は、 ナザレの方に戻って、礼拝の時にシノゴグに入って、そして、街道の前の方に座って、え、イザヤ書、その巻物を手にして、え、聖書から読みました。イエスがイザヤ書の61章から読みました。これは、ルカによる福音書4章に記録されています。イエスが読んだ、 イザヤ六61章は有名なメシや予言の歌唱です。このようにルカによる福音書を記録されています。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために。主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人。 に解放を目の見えない人に視力の回復を告げ圧迫されてる人を自由にし主の恵みの年を告げるためであるそこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた要するにこの有名なメシアの予言は イエスの公の働きの開始にあたって、もう実現したっていうことです。イエス自身はメシアだっていうことを彼が言っているんですね。まあそれが実は、あの、旅館にいる福音書になると大変なことになったんです。まあそれを信じる人がいれば、それを信じなかった人もいました。でもとにかくイエスは自分自身についてよく教えたんです。 また、ヨハネによる福音書には、イエスは自分自身のことについてこのように教えてました。ヨハネ6章の35節イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来るものは決して植えることがなく、私を信じるものは決して乾くことがない。 ヨハネ8章12節私が世の光である。私に従う者は、暗闇の中に歩かず、命の光を持つ。また、えー、ヨハネの14章6節私は、道であり、真理であり、命である。 私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエスはですね、えー、天国への道について教えましょうっていうふうに言ってるわけではないです。真理について教えましょう。命について教えましょうって言ってるわけではないです。私は道であり、真理であり、命である。そしてイエス自身を通らなければ誰も 神に行くことができない。天国に行くことができないっていうふうにも教えたんですね。ヨハネによる福音書8章には、あの、イエスが旧句聖書のある言い方を用いて非常に明確に自分は神でもあるっていうことを主張してた記録があります。イエスは その、ファリサイ派とかですね、あの、彼に反対してた人たちと、えー、議論をしてた時ですね、その最後の方に、えー、彼は何の権威を持って、えー、こんなに教えてるかっていうことについて説明する中で、イエスはこのように言ってたんですね。彼の権威はどこに来るかっていうこと。その答えとしてイエスはこのように、えー、言いました。はっきり言っておく。 アブラハムが生まれる前から私はある。アブラハムが生ま,れる生まれる前から私が存在してるっていう意味はまずあるんですね。アブラハムはイスラエルの最初の先祖です。その約2000年前に住んでた人です。その前からイエスは存在してるんだっていうことです。またイエスがそれで 私はあるっていう表現を使っているんですね。日本語の言葉って、これは本当に言い表せないようなものですね。ギリシャ語で、これは英語エイミーっていう言葉なんですが、あの、これは旧約聖書のギリシャ語翻訳にも用いられている言葉なんですが、旧約聖書のヤホエの神の名前を 示す言葉ですね。もう私は、えー、神でもあるっていうふうに理解される言葉です。まあ実はですね、イエスはこのように自分自身に教えたためにイエスに敵対する人が出たんですよ。どうしてイエスは、えー、十字架に殺されたのかっていうと、 それは素晴らしい倫理を教えてたからわけじゃないんです。自分自身について、自分は神の一人子神の子、神に使わされた、えー、神への道、などという非常に重要なことをイエスは教えてたために、イエスを信じていなかった、その生徒派の人たちから見れば、もうこれは神に対する冒涜というふうにも理解されたんです。 イエスを理解するために、これが非常に重要なポイントですね。歴史的研究の観点から見ればですね、イエスは本当に神の子だったのかどうか、イエスは本当にメッシアだったのかどうか、測れることはできません。それは信仰にしか答えられない質問です。しかし、 初代教会の中ではイエスがそのように思われてたのかどうか、それは歴史的研究を通して答えることができることです。少なくても言わなければいけないことは、初代教会の中でイエスはメシアとして思われていました。イエスは神に、神から使わされた一人子この世界の救いのために使わされた神の子、また、 イエスは神でもあったっていうふうに理解されていたんです。それは歴史的研究を通してはっきり言わなければいけない結論です。僕らはイエスをどう受け止めるかっていうことは別です。しかし、その時代の人たちは明確にイエスをそのように理解していました。主題教会の中でイエスは、えー、人間でもある、神でもある、 というふうに理解されてたんですね。イエスは100%人間でありながら100%神でもあったとっいうふうに理解されてました。神はこの地上に下ってきて人間として生まれたというふうにイエスは理解されていました。初代教会の中でそれが、えー、明確にイエスをそのように理解されてました。 325年に、まあ、これはちょっと初代教会からずれた時代ですが、えー、約300年後ですね、二回や公会議っていうのが開かれます。これは、キリスト教の中の最初の、教会全体を総括する公会議ですね。二回や公会議員の中の一つの非常に重要なテーマとなることは、 どのようにそれを表現できるかということです。イエスは人間でもある、神でもある。しかし、えー、イエスは御父、神ですね。御父の未子でもあるから、まあ、どうやってこれは表現した方がいいっていうことですね。もちろんこれは有意神教です。一神教の中の有意神教。神は一つしかいないっていうことですで。神のことは、えー、父っていうふうに呼ばれてますし、イエスのことは、 神の子、あるいは巫女っていうふうに表現されてる、されてました。だから、恩父と巫女両方ともあって、両方とも神です。まあ、おまけに後で説明しますが、えー、神の目で見えない霊も神ですね。だから、恩父巫女御霊神の霊ですね。この精霊。もうこの蜜とも神ですね。しかし、一心教です。 どうやってこれ説明した方がいいもう大変なことですよ。<laughs> あの、二回公会議の中では、えー、それについて議論、どうやってこれを説明して表現した方がいいのかっていうのが大きな問題でした。ある人は、えー、イエスのことは、イエス、このキリストのことを、あの、最初に作られたもの、そしてその後に宇宙、この世界すべては、 キリストを通して作られたっていうふうに言ってました。でも他の人たちはそれに納得することができませんでした。これが2ヶ月以上の議論の後ですよ。約300人のその代表者たちが2ヶ月間も続けて議論したことなんですが、最終的にはそれ説明にならないっていうことですね。最初に投票した時には2人だけは、このキリストは最初に作られたもの、 要するに、非造物として理解したんです。しかし、他のみんなは、いや、作られたとは言えないっていう結論になったんです。キリストは、神と共に永遠に存在する。神でもある。だから、永遠から永遠に存在するものです。キリストが存在してない時期はなかったという理解です。二回や公会議が最終的にこの二回や 信条を、あの、設定します。その、ど、何を信じているかということを、完結の文章に書いたものです。イエス・キリストに関しては、その信条にはこのように書いてあります。我らは、唯一の主イエス・キリストを信ず。主は、御父より生まれたまいし、神の一人子にして、御父の本質より生まれ。 神からの神、光からの光、誠の神からの誠の神、作られずして生まれ。音痴と本質を同一にして、天地万物はすべて彼によって創造されたり、主は我ら人類のため、また我らの救いのために下り、しかして、 肉体を受け、人となり、苦しみを受け、三日目に蘇り、天に登り、生きる者と死ねる者とを裁くために来たり賜う。まあ要するに、えー、キリストは作られたものではなくて永遠から永遠に存在する神でもあるっていうふうに、まあ、それ以外には表現することができない。その議論の 大前提となることは、その人たちはどう信じてるからではなくて、イエスの最初の弟子たちはどう信じてたのかということですね。325年の二会や公会議で、その初代教会のイエスの最初の弟子たちは、このようにイエスを信じてたっていうことを確認したっていうことですね。今、キリステ教の中で、その、えー 三つの神の名前を理解するためですね。その、御父御子、聖霊を理解するためには、あの、三味一体というふうに表現しています。神は一つ、一つの神しかいない。しかし、えー、三つの形で神は現れてるっていうことですね、えー。ギリシャ語の用語では、その三つの、えー、ペルソナっていうふうに表現しています。一つの神。 三つの形で現れてるっていうことですね。御父御子、精霊。イエス・キリストはその御子の方に当たります。もう私たち現代の人はイエスをどう理解するはことは別ですね、えー。少なくても歴史から言わなければいけないことは主代教会の中でイエスはこのように 理解されてたということです。